じゃあ,、ね、あのリビングの断捨離の今回のまとめとして、うんはい、心地よいリビングの作り方っていうふうに考えていきたいんですけどもどうしたら心地よいリビングになるんでしょうか、うんうん、つまりね私、うん、山下が一番申し上げたいことは何かというとこれリビングに限った話じゃないんですけど、はいえー、物ででで塞いいいししまったらどんんななな空間も機能しないよととうこすその空間にいる人がその時どうありたいかで 変化させることが可能な空間作りが一番大切なんですよね。うん、もう本当に今、今、リビングに限らない話でね。でも、特にリビングにはそれが求められるんですよね。ゴロンと休んでもいいし、書斎にもなるっていうことね。まあ、つまり、あの、えー、空間の主人公は人だということ。えー、自分だということ。はいはい、自分たち家族が主人公だということで。うん 家族の気持ちをよって空間はいかにも変わるという,のという、ね、意識を持つことがね<ー>大切だなと思います。うんうん、だから問題なのはね、うん、その時その場でいろんな機能を果たしてくれるのが空間であるにもかかわらず、うん、固定した家具をドーンと置いちゃうから、はい それだけに限定されちゃってそれでなんかこう息苦しいとか窮屈な感じですよねまして空間にゆとりのない置き方でソファをドンと置いちゃったらももっと窮窮屈屈ななわけでですすよねね物理的にん山下さんも失敗されたっていうことをおっしゃってましたけど私たちよくインテリアショップに行って家具を検討する時座ってみたりファブリック見てみたりいろいろやりますけどそもそも。 置けないんじゃないっていうところに置けないんだよねましてこう広い家具展示場でね、ええ、座り心地とか、うん、デザインのみしか検討できないしう,、ね、うちの部屋に持ってきた時にどれかこれがこうね、空間を占めるかなんて、ええ、やっぱりそこでは無理なんだよねそう憧れがこう,そう,そうね、素敵な空間になるんじゃないかなって思っちゃう,そう,そう,そうで広い家具展示場にあるソファだからそんなに大きいって思わないわけよ 家に置くと、ええー、こんなに置いかったみたいなね、<laughs> 簡単に現状認識う、ね、そうですね。今までなんか現状認識だなんて思って、うん、こうだったんだけども、自分の普段使ってる家じゃないですか。うんうん、で自分のまあその空間を見ると、うん、いろんな。 物に感情が湧き起こっっててしま,って、ね、まあ洗濯物を見たらイラッとしたり、うん、なんか夫のキャンプ道具がなんかこうアピールしてきてるような、うん、何なんだとか、ね、<laughs> いろいろ考えちゃって <laughs>、うん、とても、うん、あのふらっと見られない事実例えば、うん、なぜここに洗濯,、まあ、洗濯物の山を見てイラッとするあるいはご主人のキャンプ道具が積まれているのになんかすごい強いメッセージを感じるっていう以前になぜここに洗濯物を 積んんでしまううだろうかなぜキャンプ道具がここに積まれてしまうんだろうっていうことを考えていけば、うん、その背景に何があるかっていう、うん、そういうことをね見ていくつまり、うん、その誰だってここに洗濯,洗濯取り込んだ洗濯物どんどん置いたら面倒くさくないわけよね。でキャンプ道具もいちいちしまうのよりもここにどんどん置いとけば、はい、次になんていつ行くかわからないくせに置くっていうねなんか私たちは。 ちょい置きをする仮置きするっていう癖はどうしたってあるんだよねうん,うん。で、しかも見事に置きやすいソファーがそこにあったら、うん、私たちはそこに置くようになってるんだよね、はい、だからシステム的にそうなってしまってるわけでだからそもそもそこに置くようなものが存在しないようにすればここに置かないんではないかっていうその元を立つっていうねうそういう認識が 非常に必要なんだよね家具を慎重に選び、はい、っていう作業が絶対必要なんですね,で,すねで、なぜなら家具って入れたら出すの大変だからっていうことなんですねうん、うん、でもね これちょっと打足になるんだけど慎重にってのも結構つまんなくてやってみなきゃ分かんないのよこれも、ね、実際にいくらこう,う、ね、あのメジャーで測ったってえー、えー、やっぱりこう立体にだから入れちゃった、うん、あらと思ったらそこで潔く手放すね、うん、まあその家具が一番入るところにねお読みに出すメルカリでも何でもいいから、えー、そっちの方が必要な気がする。こちらのダンシャリの配信ビデオは YouTube 広告なしで毎日更新させていただいております断捨離 YouTube 制作チームからのお願いです断捨離塾を受講されている現役の塾生さんからの声をぜひご紹介させてください興味があって少し悩んで断捨離塾を受講開始しましたお話しされている内容が父を含んだ生きたものなのでラジオを聞いているような気軽に聞いていられるしでも心には残ります テーマがあって取り組むことが具体的に投げかけられるので、行動に移して実践できます。まだ始めたばかりですが、張り合いがあり、いい感じです。私には必要と思いました。とにかく、行動してみないことには何も始まらないと思っているので、YouTube をご覧のあなただけに、ダンシリーズ体験を、ただいま100円にてご提供させていただいております。気になる方は、ぜひ動画下の詳細からリンクをクリックしてください。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そしてさらなる男の情報はこちらからゲットしてくださいね。